締め切り前だとドッとやるんですけど、そのドッとやるタイミングはまさにもう二十何時間ってずっといますね。腰が痛くなってきたらストレッチ。20時間こう集中力を絶やさないために必要なものとかって何かあったりするんですか？あります。何ですか？ゲームを挟んでます。集中してないの？ゲーム20時間の間どれぐらいやってるんですか？あ、でもそのワンゲームみたいな感じでやるんですけど、3時間に1回やってるかな。でも3時間に1回。ヨースタープレゼンツクリエイティブトレイン、クリエイティブトレインへようこそ。ナビゲーターのアーミヤです。今日は前回に引き続きこの方の後編をお届けします。あなたにとって欠かせないインストールとは一体何ですか？私のインストールはドライブしながら音楽を聴く。そうです。普段音楽仕事してると音楽を聴くっていうことができないんですよ。純粋にできなくて、そのパソコンの前にいる環境が本当は一番音楽、音のクオリティが一番よく聞ける状態なんです。でそこ座るとやっぱ仕事モードになっちゃうので、曲聴いててもコピー分析しだしたりみたいな癖がついちゃってるから、純粋に聴ける環境ってどこだろうっていうと車の中でしかないんですよね。音の環境良くないけど、まあ、低音出てるし変な迫力で聞こえるし、で純粋に運転しながらと音楽として聴ける、口ずさんじゃうし、ポップスでも何でも飽きずにずっと聴いてられますね。運転もしないでもいいぐらいです。運転しないでその場で、でもただエンジンもうるさいんで出てきますけど、プライベートで言えば人との会話になりますよね。最近あの曲っていう話もできますし、まあ、仕事においても何だかんだそういうのがインプットになっているので、アレンジとか自分の作品にも活かせるんじゃないかなと思ってます。ちなみにこうどの辺走りながら聞くのが一番好きとか、そういうルートとかってあったりするいや特にないですけど、青梅街道を走ってます青梅街道はい、青梅街道ですね。なるほど、なるほど、納得できるインストールですね。もう少し詳しく聞かせてくれませんか？クリエイティブトレイン、チャンネル登録お願いします。ベーシストになろうと思ってて、どこで変わったんですか？ジャズベーシストになろうと思ってましたね。うん、そうです。まあ、3年の時に授業料がまあきつくなってきた。やっぱり元からお金なかったんで、で母親がお金払ってないくてやばいって、うち留年はないんですけど、4年の時に単位が取れていれば大丈夫っていう、だからお金さえ貯まれば学校行かずとも大丈夫っていうんで、親とまずはね、その3年に上がる時にどうしたかというと、サラ金2人で行って僕が2社分借りて払いましたね、その残りの部分を。3年上がる時の授業料やばかったですね。で僕はそうですね。でまあなんとか受けて、で大学4年になると今度卒業作品っていうのを書かなきゃいけなくて、オーケストラ書かなきゃいけないんですけど、それがやるモチベーションが全然なくて、ジャズベーシストになりたいっていう気持ちしかなかったのが大学4年の時の僕です。でも卒業は一応される、しました。なんとか書き終えてしました。卒業してそれでジャズベーシストになるんですか？いや、ずっとセッション行きまくって、はい、ジャズのビッグバンドみたいなのが入ったんですね。でそこでやってたっていう感じです。でもなんかずっとまあセッションずっと回ってんだけど、ついに同い年のめちゃめちゃうまいやつを見つけて、うますぎてちょっと次元違うと思って、それで心が折れたのでベースのプロをやめようかなっていう簡単に折れたのがそこから5年後ぐらいですかね。まさにそのターニングポイントといえば、そのベースをやめるという決心したところが僕のターニングポイントなんですけど、やめたとって音楽やってきてるじゃないですか。音楽で飯を食うしかないなという気持ちがあったので、借金もあるし、そう借金も膨大にあったんですけど、まあいわゆるそのセッションしてる中で、まあバイトもしてたんですけど、その中で
カバーバンドみたいなのも遊びでやってたわけですよ、うんうんうん、でビヨンセのカバーとかやって遊んでたのがあったら、うんうん、そのボーカルの子が作曲の仕事をやればみたいな、全然でも分かんなかったですよ、どういうのがあるか。そしたら教えてくれて、その人が仮歌っていう歌を入れてくれたんですよ、初めて曲に。なんか作ってみないよみたいな言うから、でちょっとそれジャズしかったんだけど、まあ、これあんまポップじゃないけどポップなのどうっつって、ポップなの書いてっていうからよく分かんなかったんです。あんまり聞いてるけどそんなに全然違うもの聞いてたからインプットがあんまなくて、でも一応書いてみて、あいいじゃんいいじゃんなんつって、それを音楽事務所に出してくれたんですよね、その人が。でそこから声がかかって、やるようになりました、作曲の仕事ぼちぼち。いや最初めちゃめちゃ嬉しかったですね、めちゃめちゃ嬉しくって、よっしゃーなんかやる気にあふれたんですけど、そうですね、まあ、やっぱり僕は聴いてて飽きないっていうところを目指したいので、楽曲ってまあフルコーラスフルサイズってあるじゃないですか。フルサイズのまあ典型的な形って結構飽きちゃうので、この中でどう展開つけるかっていうことを結構考えることが多いです、はい、なので、今回のは違いますけども、違う曲では2番がなかったりとか、もう短く聴かせるために工夫したりとかやったり、いわゆる飽きさせないように工夫して作るっていうのがこだわりではありますね。でもやっぱ若者とかの話を TikTok とかを見ててもそうですけど、短い部分切り取られた部分がみんな好きなんだなっていうところにやっぱ落ち着いてるます今。やっぱフルサイズ聞くエネルギーというか、そういうのは別に元からあんまなさそう、歌詞は聞くけれども音楽としてフルサイズをみんな聞いてないなっていうのが分かりました。ゲームどれぐらいやってるんですか普段？これが普段ね、普段はそんなでもないんです、ないんですけど、さっき言ったように短い時間を毎日やってるし、実は詰め込んでやると結構集中しちゃうので、それもやっぱり10時間ぐらいはやっちゃいますね。夜7時ぐらいから朝6時、あ、10時間どこじゃないか。それ今11時間やってますね。そうですね。大人になると一気にやんなくなったが、やっぱ携帯のゲームですかね。ガラケーの時期からあった携帯ゲームはやっぱずっと飽きずに遊んでたという感じです。じゃあ割とその大人になってゲームやらなくなる人っていっぱいいますけど、はい、どちらかっていうとスマホゲームきっかけにゲームやるようにまたなってきた。そういうことですね。まさにこのスマホゲームがスポンサーの会社さんに素晴らしい、素晴らしいですね、素晴らしい結論に至りました。結論なのかこれあれですけど、あ、そうなんですね、うまいところ落ち着きました。なるほど、はい、クリエイティブトレイン楽しんでいただけましたか？次回も素敵なゲストが登場します。来週もお楽しみに。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式ツイッターのフォローもお願いします。